輝きのぼり勝彦は、北海道ルモイ市出身で、1940年代から1950年代にかけて活躍した大相撲力士である。本名は、小林義彦。1922年1月26日、北海道ルモイ軍ルモイ町にて、管理の家に次男として生まれた。子供の頃からルモイ町の相撲大会での帰力ぶりが、話題となる。高島部屋へ入門。 1937年5月場所において、15歳で、初土俵を踏んだ。体格面ではほとんど恵まれていなかったが、1日3000回の鉄砲を行ったと伝わる、猛稽古で、後の武器となる突っ張りを鍛え上げ、突き押し相撲で、序二段、三段目で優勝。幕下も一場所で通過して1941年、一月場所で、新十両昇進。 19歳で関取となった。重量昇進後も、月押し相撲の威力は増すばかりで、わずかに場所目で14勝1敗という好成績で重量優勝を果たすと同時に、1942年1月場所での新入幕を決定的にした。新入幕の場所では12勝3敗といきなり、大勝ちして優勝騎手を務め、では一門の増山大四郎。 豊島正夫と対抗する連合法の新鋭として、神風正一と共に注目を浴びる存在となった。同年、5月場所ではその場所後に、横綱へ昇進する寺四国一万蔵を破ったほか、1943年、1月場所では九勝六敗という平凡な、成績ながら二度目の優勝騎士を務めるなど、ここまで負け越し知らずのまま、関脇へ昇進した。しかし、 1944年11月場所の直前に王将のため全休し、1945年6月場所では番付外で2勝5敗と第二次世界大戦における食糧難もあって力を発揮することができなかった。戦後は1946年11月場所で寺四国一万倉から金星を奪ったほか、1947年11月場所では小結びの地位で、 寺四国一万倉の他に塩の海運、上門、東、藤木日を破り、七勝四敗で関東賞を受賞した。しかし、1948年5月場所で、左ひ関節を連座する怪我を負って、途中休場してからは会に低迷し、さらに糖尿病の影響もあって相撲も制裁を欠いた。取り口としても、戦後からは、 単調な相撲ぶりや持久力の乏しさを原因とした長期戦に対する弱さや組んだら三段目と評される四つ相撲のつたなさが顕在化していった。現役末期は右アキレス腱断裂の重傷によって重量に陥落し、1956年3月場所を最後に現役を引退した。引退後は日本相撲協会に残らずにプロレス転向を試みたが不傷で、 試合出場すら果たせず、TBS テレビにて相撲解説者を務めるも、力士の精神論ばかりで、技術論が全くないことから早々と降板。降板後は、東京都板橋区で雑貨店を経営していたが、1967年2月20日、病気のため死去した45歳ボー現役中から、爽やかな弁舌に優れ、力士会の会長を務めていた東。 藤木日を助けて委員長を務め、日本相撲協会の待遇改善に活躍した。片岡千恵蔵に似た用紙で人気を呼んだ。横綱、吉羽山、幕内、神二色と共に、高島美男、三馬ガラスと呼ばれた。現役末期は度重なる怪我や病気で苦しんだために、民味の横に逆境に屈する中で、闘志と覇気を失う中で、 油断大敵と語を対処して激しい気力を奮るい起こした。ありがとうございます。